これは俺の喧嘩だ。この店で起こったことは全部俺とこいつらだけの問題だ。上野とか金村は関係ねえ。秋山さんやっぱり俺らの素性もバレバレってことか。俺はこの街でスカイファイナンスって店やってる金貸しだ。この喧嘩俺が勝手にやってるだけのこと。あんたたちがムカついてから絡んだだけだ。組織がどうこうは関係ねえ。てめえ、舐めた口聞きやがっていいね、気合入ってきたみたいじゃないか。久々に本気の喧嘩が楽しめそうだ。ムカつく野郎で、いいだろう。その分かりやすい挑発乗ってやるぜ。こっちはいつでもいいぜ。行くぞ、こんがじゃー。行くぞ。
私はね、一度自分の店で働いたキャストを理由もなく売るような真似はできないんですよ。なんや、かっこいいこと言うとるやないか。ええ、私は常にかっこいいオーナーでありたいんですよ。おもろい兄ちゃんやな。じゃあけど、こっちも遊びやない。ヤクザが何もせんとタダで買えるわけがないやろ。金ですか。んなもんちゃうわ。ちゃんとあんたの口からその兄ちゃんの居場所聞き出さんごとには帰られへんねや。どうしてもお帰りいただけないようでしたら、実力行使ということになりますので、よろしいですか。ほう、いい度胸しとるやんけ。ほんならこっちも力ずくでも教えてもらうで。先行け。ああ、何言ってんだ。俺はあいつらを足止めしとく。
あんたは先に海に飛び込んで逃げろや。冴島、はよせ。答えは、ノーか。すまんな。俺はこの目で全てを確かめたいんじゃ。それまでは誰も信用できへん。なるほどな。どうやらあんたは、俺と同じ匂いの男のようやな。俺の兄弟にもよう似とる。俺もあんたと似てる男を知ってる。安心したわ。あんた相手なら間違えて殺す心配はないようや。ああ、こっちもあんたがどこまで本気なのか確かめさせてもらうぜ。行くで。キリュー来い。Yeah!
敵対する組織に立ち向かい、18人もの極道者をこの世から消し去った伝説のヒットマン、裏切りと復讐の脱獄囚、冴島タイガー。赤コーナーよりチャンピオンの入場です。この男が牧場に姿を現してから約半年間、百戦無敗、幾多の戦争をくぐり抜けた不死身の男、地下闘技場現チャンピオン、イワン・イブラヒモビッチ。この試合、特別ルールで行います。この戦いにドローはありません。どちらかの死をもって勝敗を決める非常のデスマッチ。今ゴングです。
試させてもらいますわ。邪わらぬ。それをもし裏切ることがあったら、その時はたとえ兄弟であっても殺す。俺らが兄弟の杯交わした時の約束や。忘れるわけあらへん。今でも一言一句覚えとる。どんな理由があろうと俺はお前を裏切った。些細の親父を助け出せんか。
真島。脱げや兄弟。昔みたいに殴り合うて決着つけて俺に言い訳させてくれや。お前が俺に勝てたらの話やけどな。舐められたもんやな。安心したわ。まだ体はダブついてないようや。25年間無所で毎日鍛えられとったわ。ノーノーと暮らしとったお前とは違う。それじゃこっちも手加減なしで行かせてもらうぜ。望むところへ行くで。じゃあな。殺したのはこの俺だって言ってんだ。
もう逃がさねえぜ。手錠かけてくれてな、捕まえたと思ってんじゃねえぞ谷村。爪が甘えんだよ、おめえは。うぅ、すげえおし、何が。何を言ってるんだ、あの女をどこにやった。リリちゃんならとっくに行っちゃったよ。何、おっとダメだよ、これ以上先には行かせないよ。安子さんには指一本触れさせない。さっきから何を言ってるんだ。
俺はあの女を守る必要があるんだ。お前らに用はない。守る？なんだそりゃ。誘拐するじゃないの？それはお前らの方だろ。つべこべ言わずに道を開けろって言ってますけど。どうするよ谷村さん。口では何とでも言えるさ。あれが今は誰も信用できない。もし安子さんを追うっていうなら。話し合う余地はなさそうだな。ああ。説明は後回しだ。お前らは悪い奴には見えないが、少し痛い思いをしてもらうぜ。はっ、言うね。さあ、こっちはいつでもいいぞ。覚悟はいいな。行くぞ。さすがですね、秋山さん。ちょっと安心したよ。俺には人を見る目がないんじゃないかって疑心暗鬼になっていたんだけど、あんたはちゃんと野望を持った人間だったみたいだ。あんたが宗形を捨てたとこまでは認めてやる。だが、人の金を使ってまで貫く正義なんてありゃしない。だから俺があんたを食い止める。いいでしょう。ほう、すごいね。俺に初めて出会った時からその覇気があってくれりゃこんなことにはならなかっただろうに。もう時計の針は戻らないんですよ。後悔しても始まらない。ああ、来いよ。くぞー秋山！
さあ脱げや、ヒトちゃん。おお、ええ体しとるやないか。脳ある鷹は爪を隠すっちゅうやつか。秋山さんの店であの金を見たとき、チャンスだと思ったんです。冴島さん俺に言ったじゃないですか、極道のチャンスは一度きりだって。俺は今感じるんです、今がまさにその瞬間だってことを。そうか、なら俺がちゃんとお前の思い受け止めたるわ。しっかりお願いしますよ。ああ、手加減なし。死ぬかもしれへんけど文句言うんじゃない。ええな。はい。ほいや、起動。覚悟はできてるよな。ええ、桐生さんならこの金なんか使わずに道場会を立て直してみせろって言うんでしょうね。さあそれは分からない、お前の立場になってみないとな。譲れるもんなら譲りたいです。だが
俺にも意地がある。俺を信じてついてきてくれた仲間に俺なりの生き様を見せてやりたい。あんたが昔俺に見せてくれたようにね。大吾、またこうして直接戦えるなんて思ってもみませんでした。でも正直こうして戦えることが嬉しいですよ、飛龍さん。来い。俺が東条界というダイモンの重さきっちり体で教えてやるぜ。行くぞ飛龍。やっぱりあなたは逮捕しません。辞職させていただきます、副総監。どういうつもりだ。刑事としての行動を逸脱してしまうかもしれないってことですよ。何をバカなこと。この人数相手に何ができる。お前も父親と同じように犬死にするだけだ。宗像さん、あんた全然分かってない。この町にはね、
たとえ相手が100人200人いようが、たった一人で戦う人たちがいるんですよ。彼らのようにね。それじゃあ現場操作の時の感覚、数十年ぶりに味わってもらいましょうか。やれ、こいつは早く殺せ。副総監、いや宗像清四郎、お前の野望はここで終わりだ。覚悟しろ。Hurrah!